すごい売れてるな売れてるな喜んでいいのか、悪いのか。うん、どうなんだろう。はい。おはようございます。浩平です。はい、えー。今日はですね、まあ僕がね、売ってる商品で、まあ、あるものがね、すごい売れ出したんですよ。 ここ最近。うん。で、まあ、それがね、僕が普段喋っている、まあ、その家賃上昇とかね、まあ、不動産のことに、まあ、ちょっと関係しているのかなと思って、まあ、それと合わせて、えー、今日は皆さんと、まあ、お話、皆さんにお話ししたいと思います。 はい。え、まずですね、僕が普段やってる、まあメインの仕事ね、それからまずちょっとお話しすると、まあ僕はね、18年間、ものを業者さんから仕入れたり、まあネットで仕入れたものを、まあネットで販売して、ずっと、まあ整形を18年間、え、してきているわけです。どんなところでね、売ってるかっていうと、あの、eBay。まあ日本でもね、今どんどん知られてきて、え、やられてる方、え、増えてると思うんですけど、まあその eBay とか。まああとね、まあ有名なところで Amazon。 かねまあ皆さんご存知だと思うんですけど、あとまあメルカリとかまあ、そういったプラットフォームまいくつかアメリカにもあるんです。お他にもあるんですけれども、もまあ、そういったのをね。あのメインとしてやってます。でね。まあ、いろんなものを扱ってきました。扱ってます。でもね、ちょっとこれは珍しいぞというものもいうものがあるんですよ。全然売れてなかったものがちょっとここ目立つなあと思ってでまあ、喜んでいいのか、えー、悪いのか。でも、まあ、それがね。あのテント。 なんですよ。あの、テントあるじゃないですか。あの、まあ、いろんなテントあると思うんですけど、まあ、その、立派な、僕が言ってるのは、その、立派なテントじゃなくて、ほんと一人がね、ぴょっと寝れるような小さい、まあ、小型のテントね。まあ、あたまに売れるんで、昔からね、えー、ちょいちょい、ま、あ安い時に仕入れて、まあ、売ったりもしてたんですけれども、それが本当に、ちょっと数ヶ月目立つようになった。 で、あ、まあ、こ、夏だから暑いからキャンプ行く人がね、まあ、増えたのかとか、あんまりね、そんな意識してなかったんですけど、ちょ、あるバイヤーさんから何人かね、まあ、似たようなメッセージを見て、気がついたんですよ、その買う人から。んで、まあ、売れた瞬間に、まあ、メッセージが届いて、で、まあ、自分のね、敷地内に、まあ、駐車車、車止める場所かな、まあ、そこに、えー、ホームレスがなんかいるから、まあ、その人に、まあ、あげるのかな まあわかりませんけれども、まあそれでは、早く送ってほしいというようなメッセージが来て、うんと思って、で、そういった似たようなメッセージがね、ホームレス関係のメッセージが、ポンポンポンと届いて、あ、そういうことかと思って、僕、まあそのテント専門的に扱っているものでもないんですけれども、まあそれでもね、まあそうやって売れちゃう、まあ手に、まあ実感してわかるぐらい、まあ売れてるっていうことなんですよ。 まあ、ホームレスね、そのアメ、日本でもよく記事に、アメリカ増えてるという記事に、まあよくなると思うんですけれども、まあその中のね、まあ一つの記事、ツイッターの方でもシェアさせてもらったんですけど、まあカナダも増えてるのかなまあその、まあ家賃が払えなくて、で、テントで生活している人が増えてるということで、まあこれはね、もちろんアメリカでも、まあ同様ですごい問題になってて、カリフォルニア州本当に増えてます。めちゃくちゃ多いです。 で、一応ね、アメリカ全体でどれぐらいそのホームレス増えてるのかなっていうのも、まあ最近ツイッターで、えー、シェアさせてもらったんですけど、やっぱりカリフォルニア州圧倒的に多い。まあニューヨークとかね、えー、まあそういったテキサス、フロリダとかもまあ多い、多いんですけども、それでも圧倒的に多いのがやっぱりカリフォルニア州16万人もっと人が多いっていうのらしいんですけども、実際わかってるだけで16万人はいると、えー、いうことなんですよね。 まあ、やっぱりね、その、ここだけ、まあ、他も多いですけど、ここが特に多いっていうのは、やっぱこんな時期でもその、家賃の上昇がすごい早いから、ということなんですよね。まあ、本当に増えました。まあ、カリフォルニア州からね、見てくださってる方も、みんな実感してるんじゃないでしょうか。あっちでも増えた、こっちでも増えたっていう感じで。 でじゃあ、5年前とね、まあ、どれぐらい調べたんですよ。で、5年前、カリフォルニア州どれぐらいだったのかなと思ったら、13万4千人とか、ですんで、まあ、約3万,3万人もここ5年で増えているっていうことなんですよ。まあ、これがね、まあ、もっと増えるんじゃないのかなと、えー、言われているわけです。まあ、増える感じしかしないですよね。で、まあ、よくね、ある質問、もう一つね、視聴者さんからいただく質問で。 あの、よくあるのが。まあ、ロサンゼルスじゃあどれぐらいかと、家賃。で、これもね、まあ、ピンキリなんですよね。例えば、海沿いとか、まあ、ハリウッドとか、まあ、そういったいいエリアは、やっぱ小さくても家賃がすごい高かったりするし、ロサンゼルスでも、まあ、田舎の方では、えー、ちょっと値段、まあ、まあ、そんでも高いんですけど、まあ、そこそこするんですよね。で、ちょうどいい例が、あの、僕がね、今お貸ししている家、 ま、そのエリアだけで話すと、そのエリアはね、何にも都会じゃないです。ギリギリ、ロサンゼルス郡っていうような、まあ、そ、そういった、まあ、エリア、町なんですけれども、そこがちょうど説明しやすいなと思って、そこがね、まあ、5年前、だいたい家賃の相場、1800ドルぐらい。まあ、それもその部屋の数とかによって決まるんですけど、アメリカは、あの、寝室のね、あの、数で、 その大きさが、大きさ決まったりすることもあるんです。大きさを比べたりすることもあるんですよね。もちろんね、サイズも重要なんですけど、まあ、部屋3つあります。部屋3つあって、僕がお貸してるタウンハウスだとだいたい5年前1800ドルぐらいだったんですよ。3ベッドルームで。で、5年前でもね、それはまあそんな高くない方です。3つの部屋で。で、それが今と比べると大体いい3000ドルですんで、 まあ、だいたい1200ドルの差が、まあ5年間で出ているわけなんですよ。それぐらい上がっていく。で、ここでね、あの話が終わりじゃなくて、まあ僕もね、ヤフージャパンとかでよく記事に、目にするんですけど、まあ何万円から何万円上がったとかね、あると思います。まあこれをね、まあちょっと円計算します。これもね、この後の話につなげたいんで。で、だいたい5年前だと、円、その円のその相場が113円なんですよね。で、そうすると、 えー、まあ、1800ドル、5年前1800ドルだったら、だから20万円なわけですよ。その当時5年前。で、それが今、その、まあ、円安なわけじゃないですか。だいたい149円とか150円取ってる時点で。そうすると、今相場がまあ 3,、3000、3000ドルですね。45万円なので、だから5年間で円で計算すると、20万円から45万円ですね。25万円も、えー、アップしているっていう、え、ことなんですよ。 あの、年全部で25万円じゃないですよ。一月の家賃が25万円アップすると。これってあんまり世界でも珍しくないですかど、どうなんでしょううん、まあ僕はね、LA に住んでるから、まあそういったのは普通であったり、まあこれ、あ、その幅は少ないっていう人も、えー、結構多いと思います、この話したら。もういいところはもっとどん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 上がっていくし、その、やっぱりもともと高いところは。今僕が説明しているのは、えー、安いところのエリアですよ。そんな治安もこんなそんなに良くないです。 うんまあ、それでもね、それぐらい上がっていくと。で、えー、その家の値段もね、まあ、今はね、ちょっと下がっているんですけれども、その上がっていく理由として、結局、まあその投資家、その海外からの投資家も多いんですよね、えロサンゼルスに住んでる人だ,だけが単純に買うというわけではないんですよ、アメリカの家って。 本当に海外からも多い。まあ、特にね、あの、中国が多いんですけど、その、まあ、じゃあ、家賃上がっていきます。まあ、基本的にはね、家の相場も、まあ、上がっていくということと、あと、そういった為替。えー、例えばね、まあ、日本からも買いに来る人、まあ、います。僕もお手伝いしたことあります。その、ドルの価値が上がっていくところも狙って、えー、やっぱり投資として買いたいという人が、えー、多いんですよ。まあ、僕もいつも言ってますけど、専門家じゃないですよ。専門家じゃないですけれども、やっぱドルの価値が上がっていく。 ね円を見たらやっぱ円って今あんまり上がる可能性って低くないですかねで、まあそういったこともあって世界中から海外の都市家が買うっていうところもあって家の値段が上がっているっていう、まあそういった部分もあるんですよね。はい。はい。えー、今日はですね、まあホームレスの数が増えているのと、まあ家がね、家の こと、まあ、僕が普段チャンネルにね、お話ししてることに関係してると思ったんで、お話しさせていただきました。はい、えー、またね、えー、ま、家のことね、僕のチャンネル興味を持ってらっしゃるのか、方が多いのかなまあ、わかりませんけどね、またコメント欄とか見ながら、えー、YouTube で発信させていただきたいと思います。はい、えー、ではですね、えー、今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。